どうも、陣内智則です。さあ、今回はネットで陣内ということで、今回は前回やりました、もう何のランキングかっていうのをね、またやってみようかなということで、あとはもう僕知らないんで、長澤任します。はい。はい。まずはですね、中堅芸人人気ランキング、トップ20ってのは。中堅芸人人気ランキング。おー、じゃあもう、まさしく僕や。そうです。この40代後半、はい、ベスト20ですね。これは入っときたいな。20は入ってきたよね、さすがに。2021年最新版になります。これが、はい、だから第7世代とか入ってないのね。入ってないです。でダウンタウンさんたちも入ってないのね。入ってないです。何位か当ててください。まあ大体この羽かなっていうのが、まあ上位わかんねん。いやもうサンドイッチマン、はい、まあ、千鳥も多分この辺。かまいたちが中堅芸人としていくんやったらもうかまいたちでしょ。だからもうチョコプラとかも中堅と言われたら中堅になるし、ブラマヨもおるやろ、ジュニアさんおるやろ、バナナマンおるやろ、おぎやはぎおるやろ、有吉おるやろ。あ、やばいな。いやでもお前それ言うには俺入ってると思うねん。よっしゃ、じゃあもう15位お願いします、陣内智則。はい、アンタッチャブルさんと同率で14位。なるほど。はい、おなかなかいいレインラインいったよね。そうですね。はあ、なら1位サンドイッチマン、2位千鳥、3位バナナマン。あ、まあ、ほぼ当たった。そんでやっぱチョコプラが4位やわ。有吉5位、東京03、伊藤麻子、かまいたちも入ってる、はい、渡辺直美ちゃん、大輔さん、タカトシ、シソンヌ、オードリーで、アンタッチャブルと俺が同率。友近、和牛、ブラマヨ、ノンスタイル、ロンブ。おお、あ、これは嬉しい結果ですね。いや、これちょっと来年ここにおらなあかんよね。そうですね。下手したらすぐ外れるしね。続いてですね、うん、みんなが好きなピン芸人人気ランキングトップ20。ピン芸人限定ですね。はい、2021年最新版になりまして、前回4位でした。そうやね、はい、覚えてる俺、はい、前回さんまさん、さんまさん、出川さん、有吉さん、陣内さんで、タモリさん、はい、で、2021年最新版になります。いや、これちょっと思い切っていこうかな。だって前回4位で、今回中堅芸人で14位で、ピン芸人としてこう幅を狭めた。そうですね。こんなの謙遜してる場合ちゃうからね。前回よりランク上げました。3位でお願いします。正解は、はい、19位です。めっちゃ下がってる。下がってますね。嘘でしょ。めっちゃ下がってるやん。ギリギリやん。ギリギリですね。1位有吉。まあ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 、これ2位フワちゃんか。あ、3位出川さん、4位もう中や。あ、もう中の追い上げ忘れてた。確かに。5位おいでやす小田。ああ、6位直美ちゃん、渡辺直美ちゃん、7位バカリズム、8位ゆりやんか、9位あばれる君、そうや、10位ひろし、11位劇団ひとり、12位東野さんがやっぱ入ってくるのピン芸人で、13位今だ、14位ヒコロヒー、15位大輔さん、16位伊藤麻子、17位ハリウッドザコシショウ、18位サンシャイン池崎、19位陣内智則。いや、そこをギリ20位友近。これやばいな、来年。そうっすね、ザコシショウに勝ちたいですね。ザコシショウに勝ちたい。よし、来年ちょっともうちょっと頑張れるのに上に行こう。さあ、他何。はい、続いてですね、はい、このランキングなんだと思いますか。あ、いいね、これやろう。はい、うん、ベスト10からお見ていきます。はいはい。ベスト10位バカリズムさん、9位トシちゃんさん、8位花丸さん、7位芋洗坂の隊長、6位世界の阿部厚、阿部厚さん、5位剣道小林、4位徳井よしみ、3位柳田武、はいはい、2位陣内智則。おお、2位、はい、で1位が友近。まあ今のバッド聞いたらやっぱりピンが多かったよね。そうですね。でピンじゃないのは花丸さんと得意やね、うんうん、ってなった時にこれはちょっともうイージーやね。 R1 グランプリに出てる、うん、R1 グランプリで好きだった芸人ベスト10。正解です。おお、まあこれはまあまあ、分かるわ。歴代ファイナリストの好きな芸人ランキング。あ、なるほど、うん、はい。まあでもまあ実際と俺 R1 グランプリ出てるけど、こう関西ローカルの1回目2回目だから、大体ヒカルが優勝した時と朝声声が優勝した時に僕が決勝行ってるけど、そこで負けてるのよね。でその次が全国になって、多分ホッシャンが優勝してると思うんだよ。その時には俺もう出てないのよ、 R1 グランプリは。
では続きまして、はい、高校生が選んだ今一番好きな芸人タレントランキング。なるほど。こちら何位だと思いますか？いつのやつですか？調査期間が2021年の9月17日から9月23日まで。これはね、もう刺さっとかないといけないでしょ。でも第7世代もおるよね。確かに。いやー、むずいな。でも10位でしょ。僕はね、でも入っとこう。期待を込めて8位でお願いします。ゆうねさん。はい。入っていません。入ってへんのか。入ってないの？入ってません。見して。はい。10位もう中、はい、7位同率3人出川さん、チョコプラ、ノンスタイル。4位が同率3人サンドイッチマン、フワちゃん、丸山礼さん。3位がエグジット、はい、2位千鳥、うん、1位がこれ平成フラミンゴ。何の人やったっけ平成フラミンゴっていうのは、女性2人組の YouTuber。 え？ YouTuber な、はい、うわー知らないな。今一番面白いって言われてるから入ってないか。他ありますか？はい。これは何のランキングでしょう？おいいね。はい。10位、うん、綾部祐二。綾部、うん、9位、木村祐一。祐一さん。8位、堀内健。6位、彦太郎。同率6位、庄司智春。5位、宇土鈴木。4位、あばれる君。3位、佐野栄子。1位が同率で長野さんと杉ちゃんさん。長野さん、杉ちゃん。3位が加納英子。4位が暴れる君です。5位は宇土鈴木さんです。いや、同率1位で言うたらまあ一発屋とか。堀健さん入ってたよね。堀健さんは一発屋とは弱いよね。俺は入ってないわけね。そこは俺入ってないです。まあでも、もう上位だけで言ったら申し訳ないけど罰やかな。か、消えそうで消えなかった。なるほどなるほど。これでいこう。消えそうで消えなかった芸人やな。まあ木村祐一さんには申し訳ないけど、そこは見てません。上の上位だけで見たら、消えそうで消えなかった芸人ランキング。残念です。お、何？正解は。正解は、はい、正直フリートークが下手だと思う芸人トップ10です。いやいやいや、わー、いや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 。上位は正解。上位は正解よ。上位はもうさすがよく見てる。いや、分かった。木村優さんはやっぱ滑らない話のイメージがあるから。そうですね。おもろいのこっちも来てんねやろな。はい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 。いや、それ嫌なランキングやな、もう一回言って。あやべなんてうまいよ。そうですね。達者ですね。あやべ、だからまあこれは神人よね、うん、で、ピコ太郎。ピコ太郎。ピコ太郎さんとかあんまイメージないよね。同率6位が庄司さんです、うん、まあ正解。他は何でしょうか。はい、じゃあこちらも何のランキングでしょう、はい、10位、うん、ジャンポケおたけ。9位オードリー春日。春日。8位空手家矢部太郎。矢部。7位平野ノラ。お。6位ハンダッシュ小島。小島。5位あばれる君。あばれる君まだ言ってた。4位クロちゃん。クロちゃん。3位蛍原さん。2位バービー。バービー。1位オカリナです。全然わからない。オカリナ、バービー、蛍原さん、はい、オカリナ、バービー、共通点蛍原さん。オカリナ、バービー、何よそれ。地震、雷、火事をやりました。オカリナ、バービー、蛍原さん。その下がクロちゃん。クロちゃん暴れるという。いや、クロちゃん入ってくることによってこれ全然良くないと思うね。ね、オカリナもなんか YouTube でやってるし、ちょっとピンポイントでいこうかな。一緒にご飯を食べたくない。オカリナってなんかこんな、なんか、で、蛍原さんもなんかくちゃくちゃ言わせそうやん。ちょで、クロちゃんなんかほら人にあの女の子のグラス買って舐めたりするし、バービーはなんかちょっとエロい目で見てきそうとか。だから一緒に食事をしたくない芸人ランキング。残念です。何正解。正解は実は意外な資格、免許持ちのお笑い芸人ランキング。全然違う。なにこれ。意外な資格を持ってる。意外な資格を持っています。何。オカリナは看護師の資格。オカリナ看護師。そうそう、元看護師、はい、バービーはチベット体操インストラクター。ヨガや。蛍原さんは毒物
劇物取扱責任者。何やってんねん、あの人。そんなん持ってんの。で、クロちゃんは、社会福祉主事任用資格。はぁ。で、アバレル君は教員免許。いや、これごめん。全然俺悪い方に行っちゃったな。ええやつやったんや。はい。あ、そんなランキングもあるんだ。はい。じゃあ次何でしょうか。じゃあこちら、はい、最後のランキングになります。はいはい。フィギュアさんと陣内さん。お9位です。まあ、これ待って、喜べるかどうか。この9位喜んでいいかどうか。はい。じゃあ9位から順番に1位まで発表していきます、うん、9位陣内、はい、こっからまたメンバー呼んでもらう、はい、8位ファンキー加藤もう忘れたりしますね芸人でもないし、うん、7位スーリップスライムのスースーさんいや、スースさん実は仲いいのよ、意外な交友関係意外な交友関係リップスライムのスースさん俺同い年で、はい、ゴルフ行ったり、LINE する仲やねん、だからスーさんのこといろいろ知ってんだ何があったかも。なるほど。続いて、東出昌大しかも6位もう、うん、5位、うん、渡辺誠 YouTuber、 あ、YouTuber のね、はいはい、なんか恐れ、なんか問題やってたほんで4位、浦田直也、トリプル A 問題起こしてたいなくなりましたけどねそれ3位、うん、変わったにへの、いやもうそうやんか2位、うん、手越優奈1位、1位渡部、そうやろなそうやろないや、なんやねんこれ、何のランキング、これはそんなランキングあんの、ちょ待って、渡部くんはわかるよ、ほんでえのんさんもわかるよ、スーさんもわかるよ、東出くんもわかるよ、加藤くんもわかるよ、そうですね、俺もまあ、うん、でも手越くんが入ってきたよね、簡単に言うたらもう、でも俺もちょっと待ってよ、嫌いなってやっても俺も14年前の話だったすごいなぁ野球できるやん、それ。そうですね、俺そのメンバーやったら多分セカンドで8番ぐらいで、そうですね、確かに俺はもうその8番ぐらいよ私エースで4番じゃないですよ、エースだよ、エースはもう渡部君がエースで4番打ってもらって、ね、まあそうね、東出君がまあキャッチャーで5番、はい、芸能君がまあセンターで3番のクリーンアップってもらうんね俺はもうセカンドで8番で、そうですね、このメンバーだったらそうですね、いやいや、なんやったらもうスタメン外れるぐらいでいいよ、これ実は10位から下出すとまたちょっと変わるかもしれない、10位錦戸亮、錦戸君、はい、11位市川海老蔵、12位品川博士、俺それで9位入ってんやろ、でもまあうん、あ、分かった、ネットでも見たくない、ネットで見たくない芸能人ランキング、正解は、はい、性格が悪いと噂の男性芸能人ランキングやめてよもう、いや、ええよ俺ええよっていう、これでもちょっと負のやつはもうちょっと早く脱却したいね、そうですね、でもまだ9位やったら野球できるスタメン入ってんもんね、そうですねまあ、またこれやろうか、はい、そうですね、ということで今回もネットで陣内ランキングやってみました、ということでまたネタ陣よろしくお願いします、ご覧いただきありがとうございました、チャンネル登録よろしくお願いします。